自分のやり方で正面からガンガン自分の得意なやり方でやったけど完全に潰されました。永田裕二、自分がプロレス見始めた頃にトップやった人が今もこんなに強いって考えたら自分も先が楽しみです。またまた自分がもっともっと強くなった時にもう一度あの人の前に立ってみせます。ありがとうございました。シングルで生まれましたけど、シングルダブルスは選手がいかがでした？やっぱ体が大きいんでね、やっぱガンガン来るっていう気持ちも強いし、やっぱ当たりも強いですね。出るの一発一発蹴りとか、間違いなくやっぱりさっきもリングで言いましたけど、体の大きい将来の大きな期待できる原石だなと、思いましたね。まあ、ライオンズゲートっていうのはそういう原石を発掘するというか、それも一つのテーマなんで、そういう意味では、まあ、新日本所属じゃないですけどね、いい素質素材両方兼ね備えたいい選手を見つけられたかなって、これは大きな声で言ってもいいと思いますね。いや、うまくいけば岡田みたいになりますよ。それぐらいの可能性を感じた。ウルティモドラゴン代表が新日本に預けたように、もし多田道信代表にそういう度量があるならば、彼をうちに送り込めば間違いなく岡田とはまた違ったタイプのね、下手すればそれ以上の日本マットを背負って立つ人材になるんじゃないかなっていうのは試合して感じました。まあ、彼も26、7かな、だからあんまりうかうかしてられないですけどね。もちろん今のままでは気持ちはすごくいいし、体もいい素材してるんだけど、やっぱ鍛えが足んないなと、あと試合経験が足んないなとすごく感じました、試合しながら。ただやっぱり正面から彼の可能性というかポテンシャルを受け止めてみるとね、やっぱりすごい重いですよ。エルボーにしろ、蹴りにしろ、スープレックスもね、バックスープレックスも、あんな強烈なやっぱり、久々に食らいましたね。大事に使えば、彼の必殺技、もっとより鋭い必殺技になるかなと。まあ、そういう、外の大きな原石を見つけたと、こういうことを言うと、うちの若い人間もね、黙ってないでしょうし、俺たちは期待が違うんだっていう、我こそはって人間がいれば、俺の目の前に立てばいいし、まあ、そうやってすでに新日本のシリーズならね、ライオンズゲートじゃなくても新日本シリーズで若い選手と戦ってる中でね、まあ、口には出せないけど、そういう隠れたいい人材いっぱいいますから。とりあえず吉田選手との戦いというのは結構ラウンドゲーム長さの中でテーマだったんですけど、まあ、今回シングルとりあえずで、また来月も決まってますけど、次のラウンドゲームって何か、いや何もないです、ただやっぱり永田がこういうことを言ったことに対する求心力というね、今日投げかけたものに引っかかる人材がいれば、それが僕の目の前に来ればいいかなと思いますし、吉田選手もね、試合終わったら、やっぱり僕にもう一丁って言ってましたし、でもやっぱり彼は本当に背も大きいしね、体もいいし、期待はまだ足んないけど、体もいいし顔もいいし、あれだったら本当にスターになるんですか、よく僕の世代がね、第三世代が顔が不細工だから新日本は低迷したってよく長野さん言ってますけど、彼だったらそういう心配はないでしょう、僕らよりいい顔してますから、なんと思うんですかね、よろしいですか。